じゃあ、怒りの扉に魔物が溢れ返っていると。まあ、なんとかしてくださいということで、向かいましょう。よし、ユニコーン、ザオラル覚えた。ついでに舐め回し。あ、ホタケビも覚えた。レベル14でいろいろ覚えたな。さあ、大黒マスター、魔法使いじいさん。やってやるぜ。グリズリーの実力見せてやる。これどうしようかな。多分他国マスターからもモンスターパクれんだよね。まず一番右のなんかリップスだかブチュリンパだかどっちかわかんないんだけど、こいつ始末しよう。でさまよう鎧か低い鳥が欲しい。リップスの方か。グリズリー攻撃力もう246だからね。マジ強え。この二人はだいたい、ああ、30くらい。呪われたー。呪いの言葉なんて使ってくるのかよ。一応骨付き肉を与えちゃおう。で、どっちを攻撃する？お、いいね。低い鳥の方が93とかマジ強いからね。恐るべきのがいい。で、もう一回。なんか肉あげよう。燻製肉でもあげるか。霜降りはなんかちょっとさすがに今の段階だともったいないからね。混乱した。まあいい。これで倒せるぞ。グリズリーが攻撃すれば。動けない。呪いって意外に鬱陶しいな。てか全然弱かったな、今回。レベル15。体当たり。力を貯める。ユニコーン別にね、ここら辺の火力系いらないからな。なんか本当にいらないのってどれだろう。まあこの2つだな。これでなんかかなり連れてってくれるんだよね。一気に最下層まで来た。しかも呪われたまんまじゃねえかこれ。え、やばくない呪い。これどうやって治んの？自然に治んないの？もしかして。キアリー覚えてるけどさ。いや、やばやばやば。レベル上がったけど。あ、攻撃力5しか上がらなくなっちゃった、もう。素早さがめちゃくちゃ上がったな。え、ちょっと待って。キアリーじゃどうにもなんないよね。毒だもんね。何も起こらない。呪われたまま行くしかない。でもここにもう穴あるから飛び込んじゃおう。ドランゴか。火力でもグリズリーがいるからな。最も繁栄すること、それが我が望み。怒りに触れる前に立ち去れ。ちょっと待って、回復させたいけどアモールの水があんまりないんだよな。自力でベホイミ使うか。これ卵どうすんだっけ。あ、そっか、これか。ドラゴンキッズ。受け流しやばいんだよな。死ぬよ、これ。ほら。マジやばい。経験値美味しい。ちょっと。回復して、卵を割っていこう。いや、受け流しマジやばいわ。最強じゃないこの特技。やばい、ザオラルで蘇らせたいのにマジックパワーが減ってくし、受け流されるし。いや、受け流しマジやばいよ。受け流し損ねることもあるけどさ。519レベル、めちゃくちゃレベル上がるの早いな、ホークブリザード。そう、もうベホマになった。ザオラルで蘇らせよう。生き返らない。あ、でもザオラルで蘇らせれば呪いは解けるよね。ベホマで一気に回復で、ちょっと魔法の施術使おう。
よし、じゃあドランゴぶっ倒しに行きますか。なんか来た。あれ、勝手に倒してくれる？ここにもいない。魔物使い、これで戦うのか。大事な卵を全て割ってしまう。ほとんど俺が割ったけどね。バトルレックス、ちょっと待ってね。ガン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 命令させろの攻撃リア、マヒャドギリグ、グリズリー106、火炎ちょっと食らうかもな。あ、でもそこまでか。普通だな、耐性普通。いけ、マジックパワーの減りがやばいんだけど。そうだな、ユニコーン回復に入るか。ベホマ1回しか使えない。7減ってたから最悪。しかも混乱してるし、呪いにマジやられてるわ。アモールの水あったよな。ちょっとグリズリーがうちの最大戦力だからな、回復していこう。いけ、いや、やばいやばいやばい。マグマの杖も一回投入するか。一個持ってたよな。どうだ、あった。くらえ。13、全然効かねえ。炎耐性あるな、これ。グリズリー、やばい、ヒットポイントが高い。これ、ユニコーン落ちるかもな。アモールの水、もうないよな。結構使ったからな。まあ、最悪グリズリー自分で回復できるっちゃできるから。また起き上がれないって。ちょっと待って、ガンガン命令で特技でホイミなのか。まだ多分賢さが低いからだ。でホイミになってない。いや、押し切ろう。このままいけ、倒せ、倒せない。これユニコーン死んだ。グリズリー食らったら死ぬ。てか、ホークブリザード呪われてヒットポイントむちゃくちゃ減った。あぶねえ。バトルレックスっていうよりはどっちかっていうと呪いの方が驚異的だったな。まあ、バトルレックス仲間にしましょう。ドランゴ、はい、いいえ。いやー、結構きつかった。かなり危なかったね。これね、ゴレムスとグリズリーを投入してキラーマシーンが作れるんだよね。グリズリーの攻撃力めちゃくちゃいいんだけど、キラーマシーンやっぱそそられるよね。かっこいいよ。これはキラーマシーンにしよう。はい、あ、一晩待つんだこれ。あー、グリズリー攻撃力250くらいあったかな。去っていってしまったうちのスーパーエースが。しかしキラーマシーン30円、高いな。まあいいや。いや、30円自体は高くないんだけど、孵化する金が高くなってる。卵からキラーマシーンが生まれるってすごいよね。まあ4文字しか入らないから、ね、なかなか難しいよね、名前決めるの。連れて行こう、大切に育てよう。ちょっとキラーマシーンいいね、かっこいい。攻撃力自体はまあレベル1で80あれば全然いいかな。火を出す魔物持ってる。命だ、いいよ、あげるよ。生贄火をつけられる。で、旅の扉。じゃあちょっとキラーマシーンを鍛えるついでに行ってみましょうか。ブチスライム、魔物体的にはどうなんだろう。
25の経験値しかない。ホイミ覚えました。まあいい感じでは上がっていくかな。全体的に神父さんがいる。いけるか。キラーマシンレベル3だからな。いやでもここあんまり強くなさそうっちゃなさそうだけど、まあ、とりあえずこのまま行こう。キラーマシン、あってか2発で倒せるし、どれだけやったるか。まあ攻撃力すでに94あるからな。氷の木結構火力高いからね、余裕だなこれ多分。ここでキラーマシーンが育ってくれれば全然嬉しいんだけど。凍える吹雪、追い風強風、仲間を呼ぶ。どうなのこれ、失敗することもあるよね。なんか敵の仲間を呼ぶを見てると。あとはキラーマシーンがどこまで上がるか。まあ、攻撃力、まあ、10は上がらないけど10弱ずつは上がってくれるんで。てか5とかになった。伸びが悪くなったぞ。足払い。あ、10上がった。また神父はいいんだけど、何なの。あ、そうか、一応肉使っとこう。魔物の餌、まあ、これは道具を消費するっていうか、ヒャダルコ。覚える吹雪の方が強そうなんだけど、キングコブラにめちゃくちゃ入るな。キラマシーン、うん、50当たるようになったな。バイギルト欲しい。560、めちゃくちゃ経験値持ってる。ヒット人が上がらん。攻撃力10、守備力10、いいね。素早さも上がってくれんのいいよな。グリズリー攻撃力特化で他のパラメータの伸びが全然悪かったから、結構素早さもね遅かったから、攻撃のタイミングがもうほとんど後になってたんだよね。ちょっとベギラマになったな。いや回復されても、まあまあまあいっか。何ここ、神父ばっかりいるんだけど。マジでめちゃくちゃいっぱいです。しかも欲しい。ヘルビーストとか、また魔物の餌にしよう。まあ、経験値にはなるからね、あんまり強くないし、しかも今のところ来た。ここで吹雪、いや効かない。ヒャダルコの方が良かったかもしれない。ヘルビースト先に倒したって。まあいいや、どっちかっていうとさまよう鎧のが欲しい。ゲー、呪いの言葉出たー。最悪なんだけど、呪いとか流行ってるな。呪いキングコブ116とか、モロバギリ、あ、これって回復する。呪い回復してくれ。強さ、あ、回復してるっぽくない。回復してるよこれ。よしよしよし、ありがたーい。よ普通に。よし、普通にもうベホイミも覚えるな。グリズリー頭悪すぎてホイミのままだったからね。まあここマップが全体的に狭かったから、そんな大したことないんだな。まあ火を吹く魔物なんて早々に手に入るからね。でこれは悪魔の騎士かな。何も喋らん。まあ、もらえるものはもらっておきましょう。凍える吹雪102、それなりだな。ヒットポイントは、あれ、なんかめちゃくちゃ乱数あるな。凍える吹雪、悪魔の騎士、よし。まあまあまあ、パシバル、なんかどっから来てるんだ。よくわかんないけど。では今度は力の扉入っていきましょう。こっちの方が魔物は強いと思うんで、キラーマシーンをガンガン鍛えていこう。お、また新しい奴らが出てきてんな。とりあえず魔物の餌ばらまいとこう。普通
に攻撃したのはキラの神経70。いいね。スライムツリー、こいつはスライムツリーだね。あ、スライム系か。仲間になるのが早いな。ツリーって次とかなきゃ多分分かんないな、これ。見た目でなんかでも分かるか。スラツリー。何、もう仲間がいっぱいになっちゃってる。どうしよう。キリキリバッタとかいらないかな。さよなら、キリキリバッタ。ちょっとじゃあ配合して整理しようかな。一回帰ろう。あれ、こいつもしかして動く石像？動かない。あの宝箱取りに行くと動くのかな。こいつ動くぞ。ミミック、あ、危ねえ。今の状態でミミックってどうなの。ザラキで壊滅しそう。見たな。動く石像だね。ちょっと命令させろ。でどうしようかな。一回ルカナとなよう。でユニコーンはまあ特にないんだよな。舐め回しでもやっとく。でキラーマシーンはもう攻撃するしかないからね。よし、守備力下がった。平気だった。石像だからね、そういう舐め回しとか。てか硬そう。舐めても。もう一回ルカナ入れとこう。で、まあ、命大事にのガンガン行こうぜね。攻めてこう。100くらい取るようになったな。結構減ってたな、ホークブリザードのヒットポイントが。回復めちゃくちゃ早いね。あとぶん殴ってれば大丈夫でしょう。なんかめちゃくちゃすげえ攻撃してくるってわけでもないから。キラーマシーンが落ちなければ全然大丈夫だな。ヒットポイント的にゲーム身を守ってるって。本当に攻撃に参加しないんだな。キラーマシーン2回くらい食らうとちょっとピンチな感じになるのか。よし、まあ危なげなく。2134、めちゃくちゃ経験値持ってるし、レベルも上がる。2レベル上がった。サミダレ斬り、マドハンドじゃんけん、再びグーチョキパーパーでグーということで、褒美兄弟のところに行ってみましょうと。最初に窓ハンドじゃんけんしたやつですね。で、旅の扉がなんかできてるんで、ちょっと行ってみましょう。全体のフィールドマップ15、めちゃくちゃ広いな。結構な敵が出てきそう。エルフの飲み薬があんじゃん。道具いっぱいなんだけど、薬草とかいらん。旅の扉はすぐあったけど、まあ、どういうモンスターが出るのか確認して、あともう一個のルーラの杖か。まあどうなんだろう。まあ薬草よりはいいか。薬草捨ててルーラの杖しとこう。ああ、なるほど、メドーサボールね。まあ肉は一回ばらまいとこう。しかしもうだいぶうちの戦力も強くなったから、サミダレ斬りいいね。複数体にかなりのダメージを与えられる。経験値も200、まあなかなか美味しいというところで、じゃあこの扉どんどん進んでいきます。おいー、マジかよー。ここでミミック、初ミミックだな。命令させろでいこう。一回ルカナ唱えておく。ユニコーンはまあ
命大事にして、キラーマシーンは、まあ、ここは単体だから攻撃しとけばいいでしょ。モノバギリとか気合いため効かない。ルカなんか入らない。ザキ危ねえ。124、あ、そんな強くねえわ。で、経験値は200。まあまあまあ割には経験値は結構美味しいかな。このバリアがめちゃくちゃダメージ食らうんだけど。他国マスター、おー、やっぱり欲しいな。めちゃくちゃ欲しいな。全員欲しい。ただ低い鳥だな。フォークブリザードと組み合わせて多分二軸弱になると思うんで、とりあえず周りを排除しておこう。一回凍える吹雪打つくらいじゃ多分死なないと思うから、一回打ってあとは周りを速く78。さすがにめちゃくちゃ通った。キラーマシーン93。これは結構食らうな。で、ソードドラゴンに集中させて、ユニコーン回復させて、キラーマシンもソードドラゴン。これ、タゲ変わらないからね、倒しても。てか、ソードドラゴン、勝手な。あ、仲間を呼んだ。うわ、怖い。意外に火力が高くなるときあるからな。これ、霜降り使おう。少し懐いた。表現が全部一緒だからよくわかんないんだよね。1047、経験値もいいね。キラーマシーン、そろそろ20レベルになる。連続攻撃、刃の防御を思いついたって何？なんか思いついたんだけど、とはいえ、なんだ？いるかこれ。で、連続攻撃も絶対欲しいでしょ。大防御もなんとなく持っときたいな。あ、じゃあ、モロバギリーや。その代わり連続攻撃って感じ。よし、低い鳥来た。え誰かを切り株ボケいらねえ。これは低い鳥もうひらがなにするのがめんどくさい。あなたの顔忘れないわよ。キメラの翼を手に入れた。霜降りよっと。なんか泉に出たんだけど、ワールボー、おっちゃん。この泉に住む精霊、泉に落ちました。助けてきて差し上げましょうか。まあ、そう言われたら助けてきてもらいたい。肉になってんだけど焼き鳥になった。お肉ですか？違います。なんか変なおっさんが出てきたんだけど、このおじさんですか？とかこのおじさんどうしてんだ？泉に落ちたまんまなのか？フォークブリザード、はい。ダンジョンエビを差し上げましょう。勝てたら。よし、やってやろうじゃないの。一回いるかな。百裂な目からの連続攻撃ちょっとやってみよう。よし、75下げた。2回かな。鳥肌が立った。守備力が1になった。すごっ。じゃあルカナ意味ねえじゃん。あ、でも多分すぐ解けんのかな。で、本当にこいつあれだからな、回復要因だからな。87、86、気合い入れて会心の位置に178。あ、火力はちょっと高めだな。まあもうガンガン行こうぜ。命大事にガンガン行こうぜ。行こう。フォークブリザードはもう殴った方が強いのかな。チームももう攻撃力233だからね、だいぶ強い。全体的にステータスの伸びがいい。
増やすことはできない。誰がいいかな。大なめくじとかいらなくない？エビル。名前はかっこいい。ちょっと連れていけないけど。で、終わり。これさ、キラーマシーンとユニコーンでキングレオが作れるんだよね。いやー、でもキラーマシーンってアタッカーじゃん。で、ユニコーンってサポーターだったじゃん。ここの相性がなんかちょっと良くない気がするんだよな。で、多分、キングレオはアタッカーになるから、ちょっとサポーターとしての能力を引き継ぐ時に、どうなんだろうなっていうのはあるけど、まあ、ユニコーンの能力からすると、まあ、ホイミ系とザオラルはどうしても持っておきたいよね。まあ、くらいか。で、あとアタッカーに育て上げる感じで、ちょっと行きますか。よし、行きましょう。キングレオ。キラーマシーンが、いなくなってしまった。で、そうすると1枠空くんだよね。うちのスタメンが2人いなくなったから、2人いなくなってキングレオになったから、もう一匹誰を育てようかな。深く50円とか。この先のことを考えてないから、あのオスメスもう気にしないで孵化させてます。でキングレオは多分一つの完成形だと思うんだよね。まあ、キングってするかレオってするかっていう感じだけど、メスなんだよね。まあいいや、レオにしとこう。まあ、連れてく。で、あと誰連れてこうかなって感じなんですけれども、回復役としてとりあえずキメラがいいかなと思ってます。何も覚えてないけどね。回復系なはずこいつは。あと誰がいる。あ、低い鳥か。こいつパクったやつだよね。ゲッハッスルダンスとか覚えてんだけど。レベルも高いしな。あ、これもなんかホークブリザードと組み合わせちゃってよくない？一回ちょっと様子見て。エビルはレベル45。むちゃくちゃ高い。その割にはそんなに強くねえな。野生だからか。とりあえず、キメラを回収しておこう。というわけで、とりあえず、まあ、ホークブリザードとキングレオレベル1。で、キメラレベル16をもうちょっと鍛えて、やっていこうと思います。というところで、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。